バイクが前のタイヤを浮かして走ったり、後ろのタイヤを浮かして走ったり、まあちょっとバイクでは考えられない動きをするのがこのエクストリームスタントショーになります。で、日本では当然これっていうのはただのエンターテインメントショーなんですけれども、日本以外の国、アメリカとかヨーロッパだときちんとしたスポーツ競技として認知されているのがこのスタントライディングなんですね。なので本日皆様に走りの方をお見せします木下慎介ヤビク大は、日本ではエンターテインメントライダーでありますけれども、アメリカやヨーロッパ海外に行くとアスリートとして扱われる、そのスポーツ選手でもあるんですね。ただもちろんそのスポーツという意味合いでおいては日本ではあまりそういう部分で認知が強くはないので、こういうショーという形で皆様にはお楽しみいただきたいと思います。それでは大変お待たせいたしました、皆様にご覧いただきましょう、木下慎介ヤビク大エクストリームライディングショー。 Are you ready?600cc のオートバイ2台が今からこのスペースで大いに暴れていく。教習所で本来難しいはずの SG やストレート、さまざまなところを普通ではない走り方で見せる、そんな2人の世界で通用する、世界で活躍するライダーが今この自動車学園50周年のためにそのベールを全力で脱ぎ捨てていく。さあ、木下慎介はトライアンフ、外国産車のトライアンフのストリートトリプル、そしてヤビク大は日本のメーカー川崎 ZX6R 600cc のスーパースポーツモデルで挑んでいく。お見せできない、そんな究極のエンターテインメントショー、エクストリームスタントショー C&D さあ、まずは2台がそのまままずはウィリー、そしてリアタイヤを浮かすストッピー、180のターンから今度は立ち上がった。大でございます。走行中のバイクで立ち上がってご挨拶、そこからバーンアウト、ぐるぐると振っていく、バーンアウトで向きを変えていく、リアタイヤが滑る、滑っていく、ドリフト走行、バーンアウトでこの白煙を撒き散らしていく。さあ、大きな音にびっくりしてるお子様もいらっしゃる。さあ、バーンアウト状態からフロントウィリーの状態から立ち乗りをして、そしてさらに飛び上がっていく、驚くべきウィリーパフォーマンス、ここから全開で戻ってきて倒立エンドスター、心地よい逆立ち、驚くべきバランス能力、そしてホイールで向きを変えて、今度は2台が分かれていく、まずヤビク大はドリフト、ヤ
ビク大のドリフトサークル、そしてバーンアウトから木下慎介はダッキングのサークルアウト。立ち乗りの状態でウィリーでノーハンド、両手を離してウィリーサークル、クロスを浮かした状態でくるくると回っていく。そして飛び乗って旋回から、これもワンウィリー180度向きをくるりと変えていく。バーンアウト状態でリアホイールを空回りさせていく。そして発煙が待っていく。バンダーの状態から一旦展開を取り切る。ここでできたのはヤビクダイ。これも長い長い長いストッピー。180度、180ターン、180ターン。そして木下慎介はスライディング、スライディングをお客様ギリギリでお送りしていく。スライディングからフロントをぶち上げてノーハンド。中は笑顔でお客様のことを見ておりますよ。そしてこのショースペースでウィリーサークル、ウィリーサークルからフラミンゴ、くるくると回っていく。ウィリーサークルの状態でフラミンゴぐるりぐるりと回っていく。そしてバイクとシャドウィーダンス、まるでオートバイと踊っているかのようなシャドウィーダンス。ライディングから一旦2台が交差点まで戻っていく。そして V フライングウィリー、足を開脚した状態での V フライングウィリー。そして木下慎介はフライングウィリーだ。90度をしっかり超えていく。ウィリーからスライディング向きを変えていく。さあ、2台でそこから今度は高い打点のウィリー、高い打点のウィリーを見せて白煙が上がってスライディングダウンしていく。スライディングダウン、さあまだまだ欲しいぞと煽る木下。ここから何を見せてくる。ノーハンドサークル、両手を離してくるくるっと回っていく。ノーハンドサークル、そしてノーハンドサークルの状態で手を合わせていく。届くかな、届くかな、ぐるりぐるりとノーハンド、両手を離してのノーハンドサークル。そして前回からストッピーバニーホップ飛んだ、ピョコンと飛んでいく。すごいなそのバランス、すごいバランス。ブリッジ状態から立ち上がっていく。さあ立ち上がった状態からヤビクダイはゆっくりとしたウィリー、ゆっくりゆっくりとウィリーから、これもピョコンとバニーホップ、ウサギのジャンプというようなこの200キロの鉄の塊が宙にピョコンと降りていく。さあ立ち乗りのウィリー、スタンディングウィリーから一旦足を地面に近づけて、そして木下慎介はウィリーサークル、ウィリーでぐるっと回る。そしてヤビクダイもウィリーサークル、立ち乗りのスタンディングのウィリーサークル、フロントを上げたままぐるぐるっと回っていく。ここで木下もフロントを間もなく上げていこうかというところ、上げてきた。フロントを浮かして2台がぐるぐるっと追いかけっこ、ウィリー状態で2台が追走していく。勝ち乗りのウィリーのカーブが回っていく。サークルという取り引きからここで両足を離してフロントホイールだけの走行、フロントホイールだけで走る走行。そしてヤビクダイも木下もスライディングドリフト走行で向きを変えていく。木下慎介はワンハンドストッピー、片手のワンハンドストッピーからドリフト、向きを変えてスライディングターン、スライディングターンを行って、ここからスイッチバック逆向き、スイッチバックの逆向きライディング。さあスイッチバックの逆向きライディングからそのまま交差点をくるりと U ターン、逆向きの状態で U ターンを決めて、そして逆向きの状態で立ち上がった。スイッチバックスタンディング、スイッチバックの状態、逆向きの状態で立ち上がる。そして普通に戻っていく。そしてお客様ギリギリをスライドターン、そしてバーンアウト。そしてヤビクダイはワンフットサークル、足一本、足一本のワンフットサークル。木下の車両が
ックに行く。帰ってきた記録が飛び上がっていく。さあ飛び上がっていく。ライディングから前回のドリフト、ドリフトからふさわしい角度のウィリーサークル、さあシッティングのウィリーサークル。さあ足をつけた状態でウィリーサークル、そしてハンドルの上に乗っかっていく。ハンドルの上に乗っかったままで回しないと、ハンドルの上に乗っかったまま回しないと。待っていく。迫力のこの白煙、状態で交差点まで戻っていく。ここでフロントホイールだけで U ターン、くるりと向きを変えていく。そしてウィリーから飛び上がった。ウィリー中にハンドルの上に飛び上がっていく。トリックからまた自然とバーンアウト状態、そのまま走って戻っていく。さあそしてフロントをぶち上げて、さあ足をかわしていく。ギリギリの状態、立ち乗りのウィリーサークル、ゆっくりと回っていく。ゆっくりとゆっくりとフロントを上げたままの状態で立ち乗りでお客様に手を振りながら回っていく、回っていく。こんなことができたのは驚き。立ち乗りの状態でお客様に手を振る余裕すらあるというのは本当に驚いていただけるのではないだろうか。 600cc ハイタッチ、ウィリーの状態、立ち乗りの状態でハイタッチをして、さらにはバランスをとってこのストレート直線を抜けていく。ウィリーした状態であれだけの余裕があるというのも驚きだというところ。そして戻ってきたやつがここでストッピー、向きを変えていく。さあここでゆっくりと、おっとここで木下慎介のマシンが変わる。 KTM の RC8 1200cc のパワーモンスターが出てきた。前回が170馬力全開、170馬力の全開走行、ドリフト迫力のスーパーマシンが出てきた。170馬力のスーパースポーツが今全開でこのスペースをかけていく。そしてなんと S 字をドリフト走行していく。驚くべきライディング、そして全開で出てきた。全開のドリフト走行、ドリフトで S 字を抜けていく。こんな教習もあったら面白いかもしれない。 S 字のドリフト走行からスライドさせながらドリフト走行をしていく。木下慎介は一旦立ち上がってそこから飛び降りる。そしてノーハンドサークル、アスファルトタッチ、両手を離した状態でくるくると回ってそのまま立ち上がっていく。ヤビック大はバイクとお散歩、いきなり飛び降りてバイクをそのまま走らせていく。そしてマンジだ、ドリフトマンジ、 B1 グランプリのようなドリフトマンジを披露していく。 RC8 の木下慎介だからこそのドリフトマンジを決めていく。170馬力の全開スライド、全開スライドをライディング、これはギリギリかわしていく。そして白煙をまき散らした状態で、ヤビク大が白煙をまき散らした状態で完全に座ったまま皆さんにしっかりとご挨拶をしていく。会場は白煙が支配していく。バーンアウト170馬力と 600cc のモンスター2台が路面を使わずタイヤを煙に変えていく。さあそして戻ってきたのは木下慎介。ここで木下慎介、さあそのまま車両を1台置き去って、今度は何をしていく。今度は置き去った状態で向きを変える。そしてなんと後ろに飛び乗ったタンデムライディング、2人
人乗りで完全ウィリー、2人乗りの状態でフロントを浮かす完全ウィリーから向こうで交差点エリアで U ターン。さあ2人乗りの状態で何を見せていく広下慎介ヤビクダイ、2人乗りの状態で、さあまずはフロントを浮かす、フロントを浮かしてゆっくりとしたウィリー、2人乗りの状態のゆっくりとしたウィリーから一旦向きを変えて、さあここもフロントを浮かす2人乗りのウィリーでそのままシートカウル直撃、ぐるっと U ターンした状態、2人乗りの驚くべきライディングが続く。そして向きを変えて、これはストッピー、2人乗りでリアホイールを浮かせてきてるストッピーというトリック、まさか2人乗りでここまでのライディングが可能だというのは驚きだろう。これもストッピー、フロントホイールのみで180度展開していくタンデムの状態で恐るくべきライディングテクニック、そのまま2人乗りの状態が続いていく、くるりと向きを変えて今度は何を見せてくる、2人で立ち上がったタンデム状態で立ち上がる、バイク走行中に2人乗りで立ち上がる、とても真似をしようとは思わないようなトリック、フロントを動かしてゆうゆうとタンデムで走り去っていく、彼氏がこんなことできたらめちゃくちゃかっこいいと思う彼女も多いことだろう、いや意外と怖くてどうにもなんないかな。さあ今度はその2人乗りの状態、1人はハンドルの上、1人はハンドルの上乗った状態、今度はヤビクダイがガソリンタンクの上ハンドルに足をかけてダブルサークル、ダブルノーハンドサークル、2人乗りで両手を離してくるくるっというサークル、さあフロントを浮かす、1人はガソリンタンクの上、1人は通常の位置でフロントを浮かす、どこまでも自由なトリックが続いていく。さあ今度戻ってきた、さあ次は何を見せる、すさまじい高さのタンデムストッピー180からフロントを浮かして、これは回っていったタンデムサークル、タンデムウィリーサークル、2人乗りでウィリーでくるくるっと回っていく。さあ振り落とされた木下慎介、さあその状態から今度は飛び乗った、今度は前側に飛び乗って、これを乗り越えた、木下慎介を抱えたまんまフロントを上げていくタンデム状態でのウィリー、木下慎介がすでに荷物のように抱えられていく、ハンドルの上で丸くなった木下慎介、そしてそれを乗せたまんまフロントをぶち上げてくるヤビクダイ、そしてゆっくりと回った、ゆっくりとサークルだ、回っていく回っていく、この状態でゆっくりとウィリーで回っていくウィリーサークル、人一人分ガソリンタンクの上に乗っている状態、乗っている状態のままゆっくりとしたウィリーサークル、実はウィリーというのはゆっくりする方が圧倒的に難しい、そんなスローなウィリー、しかも2人乗り、しかも1人はハンドルの上という驚くべき位置でのウィリーサークル、戻ってきたヤビクダイは今度はスイッチバック、逆向きで立ち上がるか、立ち上がれない、上がれないけども降りてそのままスラローム、バイクが降りてる状態にもかかわらず自然にスラローを跳ねるわ、俺のこと、俺のことを跳ねるっちゅうねん。さあバイク、人が落ちた状態ではありますけれども自由自在にバイクをコントロールしていく、ハンドルの上に乗ったままの状態、ハンドルの上に乗ったままの状態でトリックを続けるヤビクダイ、沖縄琉球から
このスカッドライディングのためだけにその神戸にやってきた、そんな熱き魂を持つ琉球男、なりくだい前回から長いバニーホップ飛んだ、飛んでいった。さあ、ルモンと盛り上がるトリックから、さあ今度はスライディングをしていく、そして飛び上がる。さあ、驚きのライディングが続く中で、今お客様に声援をいただきながら、荷台がバニーホップ高く飛んでいく。荷台が一旦距離を取り直す。皆様、せっかく教習所ですから、究極の救世道を見たくありませんか。さあ、教習所ならではの究極の救世道というのはどういうことか、皆様にもご覧いただきましょう。対抗2台のエクストリームバイクが向き合う。さあ、そのエクストリームライダーたちが見せる究極の救世道、ご覧いただきましょう。それではしんちゃん、大ちゃん、やっちゃって。さあ、2台が向き合って、 600cc の車両が全開でくる、全開でして、2台がフロントを捨てた状態、リアだけを浮かした状態での急制度、一輪タイヤで急制度を披露しながら MC ギリギリを攻めていく。そして2台が浮かした状態で前回からここでぴょこんと飛び上がる。そしてヤビック大はフロントを浮かして、こちらもスライドで向きを変えていく。お客様ギリギリのスライドサークル、スライドサークルと思いっきり上げて、ウィリー、そしてストッピーと技がつながっていく。立ち乗りの状態、木下慎介、立ち乗りの状態からギリギリのウィリーサークル、スタンディング立ち乗りのウィリーサークルだ。ゆっくりとゆっくりと回っていく。この 8m しか幅のない状態で、最後にはハンドルの上に飛び乗ってのウィリー状態、そして白煙を巻きながらぴょこんと飛び上がっていく。ヤビク大が向きを変えてスライディング、お客様ギリギリをスライドで越えていく。しっかりと子供にも手を振って、さあここからゆっくりと未来がクロスしていく。さあ、何かを芯が示している。向き合う2台のマシン、さあ何を見せてくる。ここからゆっくりと動いて立ち上がる。さあ、何かを今様子を見ている。飛び上がって逆向いた。なんとそのままその場でジャンプして180度体の向きを翻していく。驚きのライディングから今度はスタンディング、立ち乗りのヤビクダイ、スライディング、思わず避けたくなる気持ちもわかる。ぐるぐると回っていく。スライド状態でギリギリを攻めていく。バーンアウトの迫力のライディング、白煙が舞っていく、白煙が舞っていく。迫力のドリフトバーンアウトサークル、白煙が会場を支配していく、白煙が会場を支配していく。マークがこの社屋の前にしっかりと傷跡として残されていく。そして白線を避けながらのバーンアウトを振り返し、戻ってきたのはヤビクダイ。ここから戻ってきてスライド、そして芯もそれに合わせてスライドしていく。2台が同時にスタート、同時にスタートした状態でご紹介いたしましょう。木下慎介、そしてヤビク大。ダリが見せた驚きのライディングに大きな拍手をお送りください。
この神戸をお膝元として活動する SK フリースタイル木下慎介、そして琉球エクストリーム沖縄からの使者ひらびく大、その2人がこの教習所というこのスペースで驚きのライディングを見せてくれました。大きな拍手を送りください。皆様ご覧いただきありがとうございました。驚きのライディング、さっくりとお楽しみいただきました。さあこれにてスタッドショーの方は終了となります。ぜひですね、皆さん記念撮影とかサインとかガンガンに募集していきますので、たっぷりとこのライダーとの交流もお楽しみください。最後に2人に一言ずつもらいましょうか。それでは改めてご紹介いたします。 SK フリースタイル木下慎介。皆さんこんにちは。楽しんでいただけましたか。僕の地元兵庫県、僕は神戸市なんですけど、本当に地元でこうやってエクストリームバイクのスタントショーをやることができて本当に嬉しいです。なかなか本当に地元でできないんで、こういう機会を大切にしてて、皆さんと楽しめたことを今日は本当に嬉しく思ってます。ありがとうございました。はいはい、沖縄の人もいたっすよね。僕は沖縄出身のスタントライダーの矢部くらいです。あの A さんもやっぱかっこいいですよね。僕も最近まで帰ってたんですけど、やっぱずっとこの半袖で過ごしてきたんで、冬がちょっと厳しいんですけれども、この皆さんと出会えたことで心も温かくなってるので、またこれからも頑張っていきたいと思いますんで、皆さん応援よろしくお願いします。皆さんに会えてよかったです。皆さん愛してます。というわけで、新&大のエクストリームショーをご覧いただきました。ここまでの MC は MC 下がお送りいたしました。皆さんありがとうございました。